ケンタウルの祭りの夜、ジョバンニは丘の上の天気林の柱の下に一人でいました。夜空には天の川、丘の下には海の底のお宮のような町の明かりが広がっています。町からはお祭りを祝う子供たちの声と口笛がかすかに聞こえてきます。遠くで汽車の音もしています。ジョバンニは今日も学校が終わった後、活版所で活字拾いの仕事をしました。お父さんが北の海の漁に行ったきり行方不明で、お母さんが病気だからです。毎日活字拾いの仕事やお母さんの世話をしているので、体はクタクタで友達と遊ぶこともできません。カンパネルラ、お祭りを楽しんでるかな。ネロスは激怒した。必ずかの邪智暴虐の王を除かなければならぬと決意した。メロスには政治がわからぬ。メロスは村の牧人である。父も母もない、女房もない。16の内気な妹と二人暮らしだ。この妹は村のある律儀な一牧人を近々花婿として迎えることになっていた。結婚式も間近なのである。ネロスはそれゆえ花嫁の衣装やら祝宴のご馳走やらを買いに、はるばるシラクスの位置にやってきたのだ。我が輩は猫である。名前はまだない。どこで生まれたかとんと見当がつかぬ。何でも薄暗いジメジメしたところでニャーニャー泣いていたことだけは記憶している。我が輩の飼い主は名をチンのくしゃみという。職業は教師だそうだ。学校から帰ると終日書斎に入った義理ほとんど出てくることがない。家の者は大変な勉強家だと思っている。当人も勉強家であるかのごとく見せている。しかし実際はうちの者が言うような勤勉家ではない。我が輩は時々忍び足に彼の書斎を覗いてみるが、彼はよく昼寝をしていることがある。